ングは難しいんだけど、説明付きだから簡単にできて分かりやすい。プログラミングでキャラクターを動かしたり、キャラクターの色を変えたり、達成感があるから楽しかったです。CS ファーストは Google が無償で提供するプログラミング教育向けのカリキュラムです。子どもたちはブロックベースのプログラミング環境でプログラミングを学びます。初めて子どもたちがプログラミングに触れるときに、この CS ファーストが使えるかなというふうに思ってます。自分で教材を探して何か教えるってなるととても大変なんですけれども、事前にソフトが組み込まれているとすごく子どもたちに教えやすいなというふうに思って使っていました。 CS ファーストは新学習指導要領やプログラミング教育の手引きに沿ったカリキュラムになっています。例えば高学年向けの総合的な学習の中で、アニメーションやクイズ、地図アプリを使った自分たちの町や地元の観光スポットなどを紹介するコンテンツも用意されているので、いわゆるプロジェクトベースのラーニングという形で活用しています。先生たちもやっぱり普段やったことがないことなので、最初はちょっと戸惑いもありますが、そんなに自分が思っているよりも難しいことはないし、まずやってみるっていうのが一番に来るかなと思います。日本ではまだまだプログラミングが発展途上だと思うので、こういうプログラムは率先して使っていただいて、子どもたちが必要となる問題を解決する力が身についていけばいいかなと思います。自分たちがやってきたプログラミングをみんなと見せ合いっこみたいな、ちょっと緊張したけどみんなにすごいとかって言われて嬉しかったです。